っています。吉田恒成、今シーズン10試合目の登板、リリーフでは9試合目、そして、これキャリアで一度もホールドは記録されていませんけれども、今日こういった状況ですから同点の場面で7回のマウンド任されています。ということで長次転向後まだ点を与えていません。リリーフに回ってからは8試合で11イニング無失点、被安打、ね、追い込んでいます。先ほどね少し話しっかり落とし出しましたよね。ストレートを追い込んで1アンド2、ストレートをジャスルキング、先頭シミを見逃しの三振に切っています。素晴らしいボール、これも多分シミ選手からすると低いって思って、体は出来上がってるイメージでしたけどもね。体しっかりしてますよね。180センチ90分、ファーストへの打球、ここは宮地がうまく取っている、カバーに入って吉田しっかりとアウトを取りました。北をファーストゴロに取っています。宮地もナイスプレー、ナイスプレーですね。さあ2アップ、2ダウン、上林は鎌ヶ谷でよくねバッテリーを組んでいました。バントの構え見せましたがストライク。さあストレート、レフトへの打球、レフトは今川が落下点掴んで3アウト。吉田恒成7回同点の場面で登場しまして見事0点に